中国の樹海市近海岸沿岸食品、クンス、ワンスンミエン、シェンユーハイセンウェイ。揚げ麺に粉末スープ、化学、フォークがついています。麺は細めで評価が高く、柔らかめでちょっと頼りない食感です。スープは塩分が強い海鮮風味でかなり人工的な印象です。刺激が全然ありません。旨味が強いですが、化学調味料への依存がかなり高そうで、後味が良くないです。乾燥イカが少量入っていますが、スープにイカの香りはほとんどしません。その他の具材は結構豊富で、人参がよく目立ちます。スープの不自然さが全体の足を引っ張っているように感じました。